Let's talk the hot topic. The Sammy Talk. サミーこと栗林サミの 79.5FM ナック5スマイルサミット。ここからはみんなで気になる話題を語り合うザ・サミットークです。今日はゲストをお迎えしております、この方です。どうも、深夜から来ました小林アナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジアナの小林アナさんが来ちゃいましたよ、はい、お世話になってます。もうね、お世話、本当にそちらにもなんか話題になって、はい、ね、何この BGM 何このゴジラ。あのですね、ゴジラが来ました、またゴジラ来ました、またってなんだお前お前もなんだよ。いや、あのね、なんでそのダサい服着てダサいってダサいよねこれ。ハートがね、誰も言わないのこれ、朝からハートつけてど真ん中に行くなよあんた。あなたしよ、あなたしよ。もうね、今日はね、いやでもなんかゴジラが来ると思ってたらなんか女性版ゴジラみたいになってますね。なんか女子力が上がった、うん、髪の毛が伸びましたね、うん、バカにしてますね。いや、してない泣いてるなんて。もう泣くたびに今ねこのギャー来ると思うんでね、朝からね。もう本当にね、もう久しぶりですよ。2年ぶりですか。そんなに経つ経つ2年、あの、うん、ラジアナにゲスト出演してもらったのが2年前。そう、 そうです。そっか、あの時はさ、全然なんかちょっとペコ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 してたのにさ。いや、今もしてる。天狗じゃん、もう。いやいや、そんな朝の帯もさ、やったよね。いやいやいや、この人やりましたよね。いや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 、でもね、ちょっと気がかりなことがあって。何？アロハ太郎さんがね、うん、あのグッドラックモーニングの、はいはいはい、まあ、私も、まあ、2年ぶりにアロハさんにお会いしたわけですよ、うん、で、なんかあのちょっとキャラ変わったなって思ってたんですけど。アロハさんが？そうなんです、うん、ただ今朝ね、すれ違った時に、うん、アナさんが今日出るということを知っていて、うん、そこだけは聞きますって言われて、二人の関係性もどうなっちゃってんだろうっていうのはね、すごい気になってはいたんですけどね。はいはいはい、もういい、なんか古文みたいになって古文になってるんだ。いや、もうね、話したいこといっぱいあるんですが、そんな話してたらね、もう今日の本題いけないので、ちょっとそろそろ行かせていただきたいと思うんですけどね。うん、ずっといるよ私。おいおい、ずっといるんだ、最後までいるんだ。じゃあ、うん、行ってください。じゃあよろしくお願いします、うん、ということで、うん、では番組の企画ということでね、はい、今日の議題を発表しましょう。はい、女子力サミットです。なんか何魔法出たの、指立てましたけど。いやいやいや、ナンバーワンみたいな。いや、なんかこうエコーかけてほしいなと思ってやったんですけど。あの、女子力をね、この二人で語り合おうと。いや、聞いてましたよ私さっき。あ、聞いてました。あの、何か言ってました。メニュー紹介の時に、おうおう、いや私とアナさん女子力がないんですけどみたいに言い切ってましたけど。言いました。いや私、うん、ありますからね女子力言っても。あれ、そうなんですか。うん、例えば。そうなんですか、はてな。例えば、例えば、例えば。いや、結構気使うと見た目の、うん、服とか髪巻いたりとか、うん、してる。今日も巻いてる。いい匂いつけたりとか、うん、頑張ってんですよね結構。そうな、あ、香りもする気がする。やめ。何やってるんですか。自然の香水巻いてやろうかと思う。これただやってること小学生男子ですかね我々ね。全然女子力高くないですからね。いや、でも私がよく言われるのは意外と女子力高いですねって言われるんですよ。ああ、なるほど、はい、うん、あの女子からね、うんうんうん、もうそれってディスってるでしょ完全に。上からの発言じゃんそんな。いや、まあ確かにある人たちとも、ね、意外とって、ね、ないと思ってますけど、うん、からの発言でしょ。じゃあ今日あれですよね、はい、皆さんからメッセージいただいているんですが、うん、女子力とはということで、うん、これはみんな金備えていらっしゃる、うん、ということで。なんか鼻につくんだよ、まあ、金備えていらっしゃる。一応イエスとノーで答えていただく感じでいいですかこれ。あ、とりあえずそのメールに対して。あ、そうそうそう、はいはいはい、持ってるかどうか、まずはね、はいはい、じゃあまずはですね、和光のやっさんさんです、はい、ありがとうございます。カバンの中に裁縫セットが忍ばせてある女子。あ、うんうん、ボタンが取れた時に突然直そうかと言われて出てきた裁縫セット、そんなものを本当に持ち歩いてる人がいるなんて驚きましたし、速攻知れぬ女子力を感じました、うん、裁縫セットあるかないか、うん、どうぞ。イエス。おー、あるんだ。あるんですか、まあ、だってそうでしょ、だから上っ面な女子力でしょ、だからそういうそういうことでいいんでしょ今日。まあ、そう、そういうことですね。そういうことですね。あ、なるほど。え、アナさんも持ってる？いや、持ってない。持ってない。はい、持ってる人でも少ない。いや、でも男子でも持ってる人いるでしょ。います。持ってるんじゃない？持ってる？クリス持ってない。それはさすがに持ってない。みんな持ってないよ、ほら。持ってない。今4人いますけど誰も持ってないよ。誰よそいつ、呼んできてよ。
知りたいよ。確かにその男の人いないのかなそうかな、おかしい。じゃあこれいきましょう。渚のバーミヤンさんです。はい、ありがとうございます。デートの時に彼女が手作り弁当を持ってきてくれた時、女子力が高いと思います。イエスイエスイエス。おお、これは反応いいぞ。うん、これ私もやったことあるから。あるんですか。そう、あるんだ。あの初デートの時に動物園に、うん、あの持ってった。まあ、定番すぎる、すごい。でその今、うんうん、あのサミが着てるダサいハートみたいなのをつけてラブってあなたが来て違う、あ弁当に、お弁当 弁当にラブって、そうのりでこうラブってご飯にすごい、うん、女子力。そういうのやる、そういうのやりがち。なるほどね。好きなの。あ、実際にアナさんがやったことあるものはあのちょっと評価高いみたいです、うんうん、じゃあ風の玉三郎さんです、うん、爪ですって。ああ、うん、女性の綺麗な爪を見ると女子力が高いなと思います、うん、今流行りのネイルアートされたものではなく透明なマニキュア。あ、それよね、うん、そう言うよね。あれでも、うん、アナさんそんな私も何もスーすごい綺麗ですよ。爪が、うん、爪がよく言われる、うん、手は綺麗ですね。失礼いたしました。はい、じゃあ次行きましょうかね。西川口の女さん。長すぎ。プチギフトをくれる女ですって。プチギフト、プチギフトね、うん、うん。遊ぶ時にこれ好きそうだからとか、うん、この間お出かけしてきたからと相手に気を使わせない程度の小さなプレゼントをくれる友達がいて、うん、そういった友達は年齢高い。いますよね、結構そういうね、うん、うん、まあでも気使えるっていう意味では女子力高いんじゃないですか、うん、おお、これはじゃあありですかね、うん、あ、ちょっといやらしいけどね、ま、いやらしいかな。いやらしいよね。人としてどうよさ。お腹空いたというと、うんうん、冷蔵庫にある食材で何か作るねと言ってさっさと、うん、ささっと料理を作っちゃう、うん、そんな人は女子力が高い。うん、これ高いです。やるから私。あ、やるんですね、うん、あのその辺にある野菜とか全部やる。あ、ちゃって料理得意。え、うん、やる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 はやる。あ、やるはやる、うん、まあ、普通には。え、ちなみにどういう料理を作ってる。え、でもほんとハンバーグ、ビーフシチュー、パスタ、オムライス。胃袋をつかめる系だ。まあ、だからなんか大味のものは使いますよ。あ、ザッとしたものわ作ってほしいな、うん、ラジオネーム。ずっと持ってないよね、この人。かなさんです、ね、僕言ったもんですよ。女子力があるだと思う行動は、うん、絆創膏を常に持ってる人です。あ、ね、ちょっと怪我した時とかね、チャッと出してくれるみたいな。ちょっとまあやらしい感じはするけども、それもまあありはありですね。うん、辰彦ちゃんさん、うん、飲みの席で進んで取り皿やお箸などを配ってくれる、お箸などを配ってくれる女性。ああ、うん、まあやるね、でもそれ、うん、特に合コンとかで黙って率先して気配りのできる女性は自分は女子力があると思いますっていう。あんまやりすぎもね。ああ、なんか ねそう、うんうん、やった方がいいかな、うん、思います、うん、なんかね表情があんまり浮かない感じなんで、ちょっと次行きましょうかね。モンさんです、はい、お料理ができて周りの整理整頓ができてのイメージがあるけど、やっぱり人として誰にでも気遣いができて言葉遣いが綺麗な人、うんうん、いくら見た目が綺麗でも人に対しての気遣いや言葉遣いが汚いと本当に残念に思えてしまうと。それなんですよね。もうだからそれだとこれだと思いますよ私。もう本当、あのその見た目がどうとか、うんうん、さっき私自分で巻き髪がとか言ってましたけど、言ってた言ってたけど、言ってました。結局こういうことじゃないですか、女子力って。うん、ということはっていうことですかね、うん、では、うん、ええ、うん、ドラムロール今流しますので、はい、ベストオピニオンの発表お願いしたいと思います。はい、ラジオネームモンさん、こういうことなんですね。そう、今のこの方ね、うん、言葉遣いが綺麗と誰にも気遣いができるというところじゃないですか。そうありたい、中からっていうね。ですね、うん、でも大体女子アナなんてそうなんじゃないの。女子アナ、そうやって教わってきたでしょ。だって、まあ、教わってきたけど、うん、来たのか。なんかでもうまくできてるかな、うん、いやクイリンは本当は女子力があるのに、うんうん、それを女子出しちゃうと女子に嫌われちゃうからっていう思いがあるから、うんうんうん、うまく隠すようにガサツを出してるわけでしょ。すごい計画的犯行じゃないですか。いやだって腹黒いじゃん。腹黒くないよ。腹黒くないですよ。ちょっとね、怖いですね。いや、うん、あのとにかくモンさんにはステッカーをプレゼントさせていただきたいと思いますので、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。
いやでもね今ね、うん、芸人の顔のね、うん、アナさんがちょっと芸人の顔一瞬忘れてねちょっと、うん、あの素敵な表情をされていたので、うん、素敵なメッセージいただけて本当に良かったなと何そのまとめ方思うんですけどもまあでもこの後ねまた芸人としてのね、うん、お仕事のお話も伺いたいと思うんですが、はい、1曲お届けしたいと思います。どの曲にしましょうか。もうね今日は本当にもう朝にぴったりで私もなんかすごく思い出のある曲で、うん、これを聴いていつも元気をいただけてると言いますか、はいはい、でなんでぜひ皆さんにも聴いていただきたいという一曲です。聴いてください。佐久間秀樹で君に。人生すべてかけて伝えるよ。小林アナさんからのリクエスト佐久間秀樹さんで君になんですが、ゴリラゴリラゴリラさんちょっと待てコラーとかゆるへんさん佐久間さんまで巻き込んだ何巻き込んだって何ゴニョポコ丸さん何巻き込んだってゴニョポコ丸さん君にはダメだってとか言ってるけど、いやいい曲だ。私もダメだわいやあの佐久間さんねこの前一足先にと言いますか、うん、ゲストに来てくださって、うんうん、先に来たの。いやそうなんですよ。であのジングルとかも作ってくださってね、うん、そうなんですよ。こういうの使うよねいや本当にいい方だなと。ただいい方ですよね。初めましてだったんですけど、うん、いや面白いでしょ、ね、でその歌声もねこの時間帯にぴったりなはずなんですけどね。なんでしょうね本来はね。ね本来はね、なぜかみんな爆笑しちゃうっていう何かおかしいなという感じになってるんですが、佐久間さんなんか聞いてくれてるみたいなんでこの番組も。そうなんですよ、まあ、今日はねどうでしょうかね、リアルタイムで聞いてくれてるのかね、聞いてくれてたらもしかしたら喜んでくださってるのか、いやそこでやめてみたいな思ってるかどうか。もう流さないでみたいなちょっと怖いですよね。佐久間さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日のゲストは小林アナさんです、はい、これを BGM にお届けしていきたいと思うんですよ、ね、テンション上がるな、うん、先ほどもお伝えしました、はい、お笑い芸人、はい、いらっしゃいます。いらっしゃいます。で、はい、来月ですね6月14日金曜日に単独ライブがあるんですよね、はい、そうなんです、うん、ちょっとチラシも持ってきたんですけど、いやこれがねよかったら、小林アナ単独ライブ37歳売れ時です、うん、6月14日金曜日渋谷ラママで、会場19時開演19時半でやります。でチケット3500円プラスドリンク代なんですけれども、うん、シークレットゲストも、はい、いるんですが、今回ですね、うん、この単独ライブのチケット、はい、完売しました。 おめでとうございます今日何のためにこのお知らせがあってね来たわけですよね。いやなんですけど、どうあのまだ分かんないですよ、はっきりしてないんですけど、もしかしたら当日券が出たらいいなと思ってあやふや、うん、あやふや立ち見とかなっちゃうかもしれないけど、うん、またちょっとツイッターとかでお知らせするので、ではそれはアナさんのツイッターをもう随時常にチェックしててください。なるほどいやなんかでもであのこのチラシ見るとね、うん、すごくあのえこういう加工で当日も出るんですか。いや違う違う、これはただやりたかっただけで、やりたかっただけなんですごいごくつまのイメージで撮ったんですけど、うん、あのそういうことではないです。別にいやで私このね、はい、写真を見てね、うん、え女子力ってこういうことですかって、うん、スタッフさんにみんな聞いたら、うん、いや違うってすごい、いや違うでしょその質問がまずおかしいじゃんっていや完全に落とし入れたでしょ私のこと。いやそんなことそんなことはない。聞いたのよそれ。いやこれが女子力かなって思いながら見てたんですけども、うん、着物ちょっと着物っていう安易ななんかでしょイメージでしょ着物とは女子力じゃないみたいな着物として自分で着られないので、あこれあのちゃんと着付けの人に手伝ってもらって、うん、ビシッと流し目で、いやそうそうなんですよ、はい、もういい感じに撮ってもらったんですけど、ちょっとママ感がすごいですけども出てますね出てますけどね。6月14日ですね、はい、そうなんですよね、本当にこんなにね、うん、あの早く完売すると思ってなかったんで、うん、ちょっとびっくりしてるんですけど、はい、まあまあ、当日出たらいいなっていう感じで、それを我々はね願っていたいなと。本当に来ないでしょ。いやいやあの会ったら行くかもしれないかもしれないかもって言ったじゃない。行きたいなって思ってますけどね、ぜひあのそのあたり期待したいと思います、はい、ということで頑張ってください、はい、単独ライブね、はい、はい、ということなんですけど、うん、なんか今日すごい、ツイッターがすごい流れていくんですよね、すごいこれね、すごいたくさん
来るね。ねえ、うん、なんかね、うんと、あ、自慢に来たのかなってパンチアウトさん。要は完売って自慢に来たのかなって。そうだね、もうそうなっちゃってるよね。ねえ、ということなんですけどもね。うんうん、まあでもあのラジアナのね。はい。はい、いつも聞かせていただいているんですけれど、うん、そちらの宣伝といいますか、いいんですか、ね、そちらもぜひしていただきたいなって思うんですけど、はい、あのラジアナ月曜日、うん、毎週月曜日深夜1時から放送しているんですけども、うん、はい、今日も通常通りオンエアするんですが、が今日はなんと、はい、サミーがゲスト、イエーイ、行かせていただきます。生で来てもらえるんですよね。いや、生じゃないごめんなさい、生出演したいんですけど、うんうん、ちょっと収録っていう形になっちゃうんですよね。そうですね、この後ね。いや、すっごい行きたいんですけど、寝ずに来たらいいんじゃないそのままで、そのまま寝ずにさ、朝、うん、ボロボロで1週間ボロボロになってあのもうちょっとリズムが整ったらいつか生足で、うん、大体やるよ、全然大体やる。だって笑い声ほら似てるとかよく言われるしさ大体やるんすか大体、うん、うん、大体やる。笑い声だけはね、うん、似てるかも。あと女子力がないところとかも似てるかもしれないですけどね、うん、ということで、はい、2時台にね出演させていただくんですけ けど収録なので、うん、この後お昼の1時まであと30分ですけど、はい、1時までに、アゲマンスタイル的な、うん、あのメッセージを募集してます。アゲマンスタイルとはとドキドキしているんですがね、まあ、気軽に、うんうん、あの堅苦しくなく、はい、いつも通りって言えば皆様買ってくれました、はい、ラジアナのメッセージフォームの方にね、はい、お願いしたいと思います。お願いします。はい、ということでね、うん、そろそろお別れの時間を近づいて、まあ、最後まで多分いるんだろうなって思いながら一応一回こう締めなきゃいけないんで、うん、で、あの本当はいつもだったらリスナーの皆さんにメッセージをとか言うんですけど、うん、特にないです。さっきですねあの特にないってのもどうなんですか、まあ、まあそういうことも考えてなのかな、うん、あのラジアナのモジャディがですね、うん、まあ、あのメッセージも面白くないし、うんうん、ちょっとあの、うん、お昼らしいね、うん、お昼らしいギャグを言って締めたらこれさっき冗談かと思って本当に、いや、あのガチでやろうって言って、うん、あのなので、うん、あと30秒くらいなんですけど、ちょっとギャグパッとやっていただいて、ちょっと待って、本当に、はい、考えない、待って、じゃあサミ栗林、うんうん、サミでいこうかな、じゃあ、はいはいはい、サミ、うん、うん、わかりました、はいはい、いきますね。ではの頂点と言いながら全然笑ってません、サミーでーす、イエーイ、うん、笑ってるよ。ザ・サミットークのコーナーを迎えしたのは小林アナさんでしたありがとうございましたウィークダイの午前9時は栗林サミのスマイルサミー、サミーのスマイルサミット、そろそろお別れのお時間です。いやー、暑かったですね。パンチアウトさん、嵐が去ったと送ってくださって、去ってないよまだいますよ最後までいたいます、ずっといた、うん、佐久間さんのジングル笑っちゃった素敵でしょ、あの神ジングルだってね、結構ツイッターでも反応がまさかの、ね、あそこで入ってくんだと思って、うん、佐久間さんに今日、はい、佐久間さんをかぶせていく形でね、もうどんどんと ねいいですよ、相乗効果で ね盛り上げていきましょう、はい、今日皆さんどうだったんですかね、どうだったんだろう、私たちの絡み的に。いいですか、では、うんうん、来てますよ、ラジオネームデッパのママさんから、はい、ありがとうございます、小林アナさんの毒吐きトーク大好きです、うん、いつまでも聞いていたいわ、ちょいちょいゲストで来てほしいです、おサミーさんとの絡みも最高です、おーよかった、あちょくちょく来ますありがとうございます、めっちゃ笑顔、なんだろう、一部スタッフがちょっとなんかえって顔してるんですけど、あれあれあれ、リスナーさんあってのですか、ね、母じゃないほら、腹黒天狗が出ましたよ、私はこの後ですね、うん、親交深めたいと、うん、やっぱり2年ぶりでしたしね、私となので、うんうん、あのこの後だってラジアナまで時間あるわけですよね、うんうん、ありますね、だからまあ何がかして過ごすだろうと、うんうん、
いうことでちょっとついてこうかなって。いや本当にやめてほしい。一人にしてお願い。そうそうそう。そう本当に。いやいやあのちょこっと。そうそう。いや本当にビジネスだから本当マジで。ビジネスじゃないよ。マジでビジネスだから。ビジネスじゃない。ついてこないで一人にしてくれよ。であのアナさんのなんか放送後の写真とか撮りながら、うん、アナさんと仲良くしてますみたいな。いやいや見て使わないでよ。切り離してそこ。いや、うん、この後どうなったかはどうぞお楽しみに。この後はビューティフルソングス心の歌、そして午後1時からは午後モンズ、この後もナックファイブでお楽しみください、はい、では、午後も一緒にね笑顔の頂点を目指していきましょうということでいつも締めるんですが、うん、今日はですね、うん、せっかくアナさんが来てくださってるので、うん、ちょっと、うん、アナさん先ほどあのギャグを言ってくださいました、はい、まあ、正直ちょこっと滑っていました。なんだこいつ。なのでお昼向きのギャグで締めていただきたいなと思います。この時間で2回までやることある、はい、ということでここまでのお相手はサミーことサリバイサミでした。ではギャグをクリリン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 ドが好きって言っとけばまあいいか。どうもでーす。はい、小林アナさんでした。ありがとうございました。ねえ、またね、バイバーイ。ねえ、ラジオで聞いてねドゥンドゥンダノ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 小林アナの OK OK Monday。 カナミンどうもありがとうございました。ギターですね。まずねギターはもちろん持っていただ来ていただければね、生演奏とか。そうだよね、一回やってるもんね、うん、なんで佐久間さんと張るのか張り合うのかあとズラの一件に関しては完全に言わされてるでしょ、あれかなみあ、ね、ありがとうございます。でですね、この後ゲストコーナーなんですけれども、あちょっと一通読みますね。ラジオネームあんこさん、スマイルサミットのゲスト出演お疲れ様でした。リアルタイムで来ました。すごく楽しかったです。アナさんの上手な曲振りからのリクエスト曲は何かなと思ったらまさかの佐久間秀樹さんで、思わず運転しながら一人で笑ってしまいました。さすがアナさんだなと感動しました。私もいろいろあってしんどい毎日ですが、アナさんのラジオで元気もらってます。これからも楽しみにしてるので体に気をつけて頑張ってくださいねっていうね。佐久間さんいろんなとこでいじられすぎじゃないですか。私もモジャディも現場にいたんですけど、みんな爆笑してたよね。スマイルサミット側もそうそうで、サミーもだし、スマイルサミットの、スタッフさんもみんな爆笑っていうね。あ、なんか本当幸せになれる曲だなって改めて感じました。ということで、そのスマイルサミットのゲストとして私がさせてもらった後に、サミちゃんに今度ラジアナの収録をお願いしたということで、その様子をお届けしたいと思います。では聞いてください、どうぞ。 FM ネクパイラジオのアナラジアナ、はい、ということで、つい先ほどですねスマイルサミットの出演私終わりまして、今お昼の1時過ぎでございます。ということで今日のゲストコーナー収録でお届けするんですが、今夜のゲストこちらの方です。どうぞ。こんばんは、サミーこと栗林サミです。どうもこの BGM 懐かしいですね。いやー来ちゃいましたね。来ちゃいました。深夜ですよ今声流れてんのはね。うわー、ただね明るいんだよね外がやりづらいな、うん、そうですね、外明るいよね、完全に昼ですね。はい、なんでさっき私が出演したこれ2スタ、うん、なんですか、うん、で今収録1スタでそう収録してるんですけど、はい、だからなんか私も慣れないいつも3スタで放送してるのであそうか、なんかそわそわしますね。でそうですね、そわそわしますねえ。いやでも本当に朝は、うん、あのスマイルサミットでお世話になりまして、はい、ありがとうございました、来ていただいて。やっぱゲストっていいね、気楽でめっちゃ楽しかったな。あんなにギャグ言ってくださってね。いやおめえがさ
短時間で振るからまあ一発目はうちのもじゃりですよ。でもなんでそれに便乗してじゃあアナさんで残り10秒でなんかそういうのを、うん、なんだろう重ねていくのが、うん、ラジオとしては大事かなって何言ってんの思いました。深夜のギャグあります。なんで3回私今日滑んなきゃいけないの。あ、私も聞きたいです待って深夜のギャグね。 OKOK。クリリンクリクリ私のクリをいじってちょうだい。これが深夜ですね。あ、確かに夜仕様になってますねなってるわこれか。これさもし朝にやられたと思ったら恐ろしいでしょ、うん、恐ろしいですね。確かにあれぐらい良かったやつよ。確かに、ねちゃんと対応しましたから、うん、あの滑ってたけど大丈夫でしたね。滑ってたけどおめえ爆笑してただろ最後のやつ異常にあそこだけずっと笑ってたやっぱいいわって言って言いましたなんだかこいつだと思いましたけどね。噛み締めておりました。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました、はい、本当はあの、うん、サイサミットで単独ライブの告知をさせてもらう予定だったんですけど、そうですよね、もう完売しちゃって、うん、ということで、うん、もうとにかくあのただ楽しかったっていうだけなんですいやね、ソールドアウトしたのに出てくれたと。いや本当にありがとうございます。で、このアゲマンへの出演が一昨年の5月ぶりと、うん、ちょうど5月だったんですよね。あれそっか、あれって、うん、何のタイミングでしたんだ。いやあれは、代打で、うんうん、ね、栗もなかやって、うん、その、うん、後終わった後だ、はい、やって、うん、そうかと思ったら、うん、今度乗っ取っちゃって乗っ取ってないですサクッとね、はい、びっくりしたよねあいつマジやったわって、うん、また出させていただいてありがたいなと日々思っております。あ、来てますよメールも。何ですか。ラジオネーム一物がターボ、 ありがとうございます、こんばんアナルンクリクリジャンプ、サミさんアゲマン出演おめでとうございます。ありがとうございます。 お昼間の収録でも下ネタの洗礼を十分に存分に楽しんでくださいね。一皮むけたリアクションが楽しみですという、はあ、言ってますよ、うん、でも朝さ、うん、スマイルサミットでメール読んだ時に、うんうんアナルンっていうの普通に言ってましたよねあのね言ってたよね。そうか下ネタなんですねあれはいや下ネタじゃないですよ別に お名前です。普通に名前です。お名前だと思ったから普通に読んだんですけど、さらっと言ってんなって思いながら。だってアナルンって可愛いじゃないですか。可愛いでしょ。うん可愛い。あのうちのアイドルの、うん、あの番組箱番組持ってる、はい、カナミンっていう子もカナミンね、あのアナルンって言ってますからね。カナミンには言わないでほしかったなんで下ネタじゃねえんだよだから別に普通なんです、まあだ名 ねあだ名としてね。そうなんですね、うん、あそうだカナミンって他の放送局で会ってるんでしょ、うん、そうなんです。フラドラのカナミンね。そうプロデューサーの翔太郎さん、うん、わかります。あのね、うん、翔太郎さんがラジアナに出てたのをチラッと聞きましたそううん、そうなんだよね、うん、ショーンね、うん、もうショーンって言われてますけど、ただ私それ聞いてお会いして、うんうん、そしたらあくまで常識人普通の方だったので、うん、なんかなんか変な先入観をこの番組で普通だった、うん、なんか正直影は薄めでした。本当、うん、やっぱり普通にお仕事されてる。じゃあ他の現場では猫かぶってんだもうアゲワンではすごいですもんね。そうグイグイガンガン。そうなんですか。すごいよ。もうカナミに対してとかもすごいし、突っ込んでくるし、もうそのアゲマンのツイッターでも、うん、バンバン入ってくるし、深夜聞いててかまってちゃんがすごいから本当に好きなんだな。好きなんでしょうね。ショーンさん。ショーンね。あ今度お会いしたらショーンさんと。ショーンって言ってあげて。ショーンってショーンっていう感じ。そうそうそう。ああわかりました。来ると喜んで来ると思います。ちなみにフラドラなんですけど、うんうんうん、リーダーのカナナが私仲良しでして。ああそうなんだ。板橋 C でしょ。そうですそうです。うんうん、割と圧の強い、うん、よろしくみたいなね。うんうんうん、カナナとは一緒に遊んだこともありまして。うんうん、何をして。いやなんかちょっとお茶でも行きませんかって言われて、うん、カナナの方から、うん、でどうしようかなと思って若い女の子ですし、うん、何か喜んでくれるかなと思って鎌倉へ行きました。うん、
楽しかった、うん、で寺社仏閣を回り、うん、普通にお参りして回って、うん、であのカナナに、うん、普段こういうことしないのでとっても新鮮で楽しかったですって言われて、うん、あそっか若い子こういうことしないのかと思って、あーそういうこと、そう、あまあまあそうね、そうまだだってえ10まだ 20代前半くらいだと思いますね、うん、カナナね、絶対話合わないでしょだってでも ね、あのなんとなく話してて思うのは、うん、カナナは、うん、結構フラドラのメンバー、うん、周りみんなに、うん、ちょっとアルファベットの圧が強いみたいな、結構そういうキャラ、あ、なんか言われてるよね、そうなんですけど、うんうん、なんかそういうちょっとなんだろう、ちょこっと、うん、推しが強いというか、うんうんうん、あたりは気が合うなとサミさんね、ちょっと若干ちょっとね、言葉なんだろうね、うん、言葉の圧っていうか、うん、私もあの朝聞いてて、はい、ちょっとあっ強えなってあるんですか、朝向きじゃないあるんだなっていう時、うん、あ、 ありますけど、ね、ちなみにあげまん聞いてくれてますか、はい聞いてます、あの毎回は聞けないんですけど、うんうん、リアルタイムでは聞けてないでしょだって、まあ割とそうですね、ねえ遅いからね、そうなんですね、一応4時には起きてるんですけど、うん、早いね、なんですけど、うん、なかなかその時間ってちょっと忙しかったりするんで、うん、起きてすぐだし、うん、起きてすぐつけてよもう、いやなんかすぐつけないよもう、うん、なんか大丈夫かなと思ってちょっとつけて大丈夫かなと、何大丈夫、何大丈夫、大丈夫でしょダメなことなんもないよ、なんかちょっと目覚めに大丈夫かなと公共の電波使って流してんだからいやそうだ大丈夫だ、あそうだったそうだった、うん、失礼いたしました、4時台は結構軽めだもんね、うん、割と真面目なコーナーやってますから、わかりました、4時台大丈夫ですよ、じゃあ聞いてないじゃんほら内容知らないじゃんよ笑ってごまかして出ましたよ本当にね、え、でも実際、うん、スマイルサミットって、うん、え1ヶ月くらい、も1ヶ月ちょっと1ヶ月半くらい経ちましたね、半くらいかも経って、うん、慣れてきた、うーんまだまだっていう感じしますけど、ただ、うん、本当にありがたいなと思いましたのは、うん、あのポコマル族の皆さんが、うん、結構メッセージを送ってくださっていて、ラジアナから流れて、うん、やっぱりラジアナでもよく、うん、あのこちらを話題にしてくださってるじゃないですかうん、いいことしか言ってないです、あの私一回びっくりしたのが、うん、アナルニア国物語、うん、アナルニア国物語で多分私妖精役かなんかで出ててでなんか結構大変なことになってて、あマジかって思って、いまだに出ていることの嬉しさ半分マジかっていう気持ちがすごいあっていやそれだけみんな、うん、クリリンのことを忘れられなかったわけですよはい、みんなが、ありがたい、で今回もこう朝の顔になって、うん、みんな待ち望んでいたと、うん、でクリリン的にはやっぱり決まった時は、うん、シュッって思ったんですやっぱってきた、やっぱ私ってなった、いやあのありがたいなと思って、うん、しかも名前もスマイルサミットっていう名前なわけですよ、うん、あの笑顔の頂点って意味があるんですけども、うん、サミットには一応ね栗林サミのサミがかかってるので、うん、やっぱり自分の名前でねそうやって番組名がつくっていうのがちょっと夢だったので、うんうん、新潟アナウンサー自体もなかったしねえ、うん、新潟、そう新潟つながりなんですねここね、そうそもそもですけどね、ねえ曲は別の曲なんですけどね、そうそう、うん、懐かしい、あの意地悪の先輩の話したのね、意地悪じゃない、意地悪じゃないけど、諸橋さんだっけ、諸橋さんね意地悪ではないんですけど、ただ体が大きめ、ほら悪口じゃん、もうそっちの方が悪口やんた、いや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 、あの私本当に諸橋さんとねもう会社卒業して7年8年くらい経つので、うんうん、今全然連絡取らせていただいてないんですけど、いただいてない取らせていただいていないそうなんですけど、うん、あのたまにやっぱり新潟に帰ることがありまして、うんうん、地元だもんね、そうですそうです、うんうん、であのテレビ新潟ってとこだったんですけど、うんうんうん、まあ大体見るのはテレビ新潟見るんですよ一応ね、うんうん、で見ると、ね、うん、あの今諸橋さんがもうセンターでね、うんうん、MC されてるんですよ、えまだ体大きいので、うん、さらにやべえ諸橋さん痛いわあのね痛いわあのいいなって思いました、相変わらずきっとよく食べてらっしゃる、あの食べてるのが本当に素敵なアナウンサーでいらっしゃるのでやってますね、栗林さんここでもやってますね、やってるかな、やってるかな、やってますよ、やってますか、確実に仕留めてくるもんねあのねきっとまだバレエもやられてると思うんですけどね、ほらまあ止まんないじゃんあの体で、そう、いやいやいや、あの体ででしょ、いやいやいや、でも本当にやられているのにでしょ、いやいやいや、うん、でもあのあれですよね、うん、あの我々、うん、スマイルサミットで、うん、女子力サミット、うん、やらせていただいたじゃないですか、女子力ね、うん、そういう意味では諸橋さんは女子力は本当にある方だと、うん、ディスってるじゃんディスってるじゃん、あの体型でしょ、ディスってない、あの体型なのにでしょ、ディスってないです
やっぱり本当に本当にね、なんかあのほら例えば化粧こいつ悪いよマジで悪いやつだよ。一応理由を述べていいですか、うん、どうぞ。例えばお化粧するときに粉をねメイク室に落としちゃいけませんとか、そういった注意をねちゃんとするのは諸橋さんの役割だったので、やっぱり私はねちょっと散らかしがちなので、いつもこう背筋を伸ばしてねそれを聞くたびに、でも女子としては普通のことじゃないですか、要は片付けるちゃんとみたいな、まあ要は女子アナとしてもね、まあまあね、そう、それをやっぱりちゃんとされているのが諸橋さんだなと。うるせえなって、うるせえなって、いやいや細けえなって、いやいや、うん、なの別に、いや全然、うん、もう多分ボケそうだからさどんどん。そんなね、サミーにですね、スマイルサミットのスタッフさんにですね、ちょっと普段のクリリンを聞きたいなということで、いろいろ情報をいただいてるんですよ。なんだろう、なんだろう、怖い怖い怖い。で、ほぼ食べ物とか、食べ方に関する答えが多かったと。食べ方ということで、まず、四六時中なんかを食っていると、あと食べ物を食べる時の一口がでかい、あの食べ方が変変、サンドイッチとかおにぎりをちぎって食べて、食べてます、食べてる、そんで一つまみ残す。うん、で朝の打ち合わせでの高速おにぎり食いって何が恒例だっていう。おお、食べてますね。早く食べると。いや私普通に食べてるつもりなんですけど、多分高速が早いのかな。見えるのかな。あと本番中にさっき食べたサンドイッチがないって騒ぎ出す。で放送後にいろいろ探した結果食べかけのサンドイッチがそのままカバンから出てきた。そうそう、潰れた状態で。ね、まあ。とにかく。スタジオが汚い、散らかって、ね、これ問い合わせじゃないですけど、笑い方が汚い、朝にふさわしくない、過去アナに似ている、あ、歩き方がドンドンドンって感じが嫌だ。嫌なんかい、嫌なの、嫌なの、ちょっと嫌だってはっきり言ってますよ、ちょっと嫌だって、で、まあこの辺含めまとめると、ザ・ガサツだと。ああ、そうですね。他にも来てます、聞きます。はい、ドアサから圧が半端ない、おはようございますの圧とか朝にふさわしくない。あ、これ一緒ですね、やっぱり圧だ。話がすぐ脱線して長くなる、本番が終わった後に捕まると終わり。ただの悪口じゃん、ちょっと。なのに SNS に自撮り上げがち。確かに確かに上げますね、これほら言って、私どこで買ったかわからない服をよく着ている、過去洋服のセンスやばい、ほら。それはよく言われてますね、猫かぶったりしてるエピソードないですかという質問に対して、スマイルサミットスタッフからむしろもっと猫をかぶってほしいと来てますと。あと意外と字が汚い、ペンのインクで手が汚い、あ、確かに、ラジオスタッフにしかわからないかもしれないけど、逆球が気持ち悪い、さっきのなんか魔法みたいなやつね。魔法みたいなやつ、そう、指上げるやつね、指これね、一番一番みたいなやつ。確かに、親と仲良し、やたら親父のエピソードを出してくれる。あ、出すね、お父さんと仲いいんですか。仲いいですね、仲いいですよ。なんでこれ全部まとめると、ガサツで話が長い腹黒天狗だって。ひどいじゃん、腹黒どっかにありましたっけ。うん、あったんでね、隠れ腹黒があったんじゃん、あったね。これじゃない、 SNS で自撮り上げがちっていう、そうですね、この辺じゃないですか。本当は私可愛いよっていう、ガサツな私だけど本当は可愛いよっていうところじゃないですか。これぜひカットしていただきたいんですが、言いたいのは、自撮りを上げるといいねがつきがち。あ、これ流しましょう、ぜひ。このまま流しましょう、ありがたいなと、ありがたいなと思って、しましょうね。こんな私を好きでいてくれるファンに向けて自撮りします、イエーイ。そんなこと言ってないですけどね、言ってないですけどね。ただなんかスタッフが言ってることは結構合ってるなと思いました。ね、そうでしょう、よく見てるよね、みんな見てる、この1ヶ月半でさ、怖い、すごいね。猫かぶった方がいいのかな。猫かぶ、そうね、かぶってないの、なんかね。でも本当は違うでしょ、猫かぶってないと見せかけてかぶしてるよね。絶対だって鼻の黒いとこ見せてないじゃん、だって。まあ今日は黒い服は着てますけど、ね、ちょっと違った。ボインだね。いやいやいや、ちょっと触れないでください、ちょっと何言ってるんですか。ちょっとちょっとやめといてください、隠そう。はい、ちょっとメッセージを今日ね、あ、はい、いっぱい来てるので、はい、お願いいたします。いきますね、ラジオネームこだわりメガネ、ありがとうございます。サミーさん、アナさん、スタッフの皆さん、こんばん、亀頭。先週のスマイルサミットの放送でサミーさんたくさんフルーツを食べてましたよね。そこでサミーさんに質問なんですが、フルーツ何がお好きですか、理由も合わせて教えてください。ほう、まともなメールが来て、あ、そういったものも来ますね。あのイチゴとかね、好きですよ。あのいろんな種類あるし、食べ比べとかもできるし、で新潟
といえば越後姫ね。ああ美味しいね。ねえ、うんうん、やっぱりあの新潟でしか食べられないから、うん、新潟で食べた時に帰ってきたなっていう感じがするのがいいです。ああいいね、アナウンサーっぽいね答えが。でしょ。うん、一緒に笑うとどっちかわかんないんで。確かに。いいぞね。ラジオネームコーパパ、ありがとうございます。サミーアナさんこんばん、エイナル。サミーが食べることが好きだと思うんですが、うん、間食を含めて1日にどれぐらい食べるんですか教えてください。どれくらい食べるかな、うん、朝4時に起きてまずコーンフレークとか食べるんですよ、うん、でその後にスタジオにやってきてカレーとか、うん、ハンバーガーとか、うん、いろいろ食べるんですよ朝から、うん、そうで、途中で、うん、そのさっき食べ方がおかしいって言われたんですけど、うん、おにぎりとかサンドイッチとかをちぎりながら食べるんですよ、うん、番組中に、うん、ちょこっとずつね、うん、食べてるんですけど、で終わった後食べるでしょ、うん、その後2食6、7食くらいですかね。食べるね。食べてますね。でも私パトロールしましたけど、うん、あのクリーンさんのブログで、うん、最近食欲が止まんないですみたいな、うん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 、で体重計に乗ったら、うん、あれ変わってないっていう自慢入ってました。はい捕まえました。はいやってます。捕まえました。私こんなに食べても変わりません。あでもね、うん、体重はあの、うん、本当の話、うん、本当に変わってないんですけど、うん、お腹とかが緩み始めた。やはり運動できてないからまだ大丈夫しょ。でもいや言っても隠してるから今言っても後で見せてあげようか私の。じゃあ興味あるのでよろしくお願いしますそこ。やべえからマジ。あれですね、あとはい、この前もねツイッターにモナカいただいたって書いてましたね。ああの食べ物のね食べ物でもね、モナカいただいちゃいました。あの川越のモナカをいただきました、ね、美味しかったです。あれが大宮のモナカもいただいちゃいました、うんうん、あいただいてないです。うん、それはねいただいてない。いただいちゃったかな。美味しいのかな。ラジオネーム車にになる小林アナ、そしてサミーこんばんなる。新しい番組おめでとうございます。ありがとうございます。乗っ取り成功ですね。私は初回カチカチに固まっていたクリリンに爆笑しながら聞いていました。ありがとうございます。ですが最近は慣れてきてサミーの栗が一皮むけました。おそんな感じがします。おお、うん、でそして2人のサインの入ったパンツかステッカーが欲しいです。パンツの場合は栗の位置にサミーのサイン、アナルの位置に小林さんお願いしますって、ね、ステッカーで、はいはい、パンツ脱いでもらって。嫌ですよ。嫌です。嫌です。絶対に大人としても嫌です。リスナーありきだよね、やっぱり。それで私たち成り立ってますからね、番組はね。ステッカーをプレゼントさせていただきます。ありがとうございました。じゃあねステッカー送りますからね。はい、じゃあそうレイって言ったら送るけんね。送るけんね。ありがとうございます。じゃああげますね。はい、それからラジオネームソリチンデカ、ありがとうございます。アナさん、クリリン、ソリチン向けハロー。クリリン、もう新番組には慣れましたか？ところで早朝やお昼の番組のパーソナリティとも顔を合わせたりと、すると思うんですけど、うん、エロハさんやペニマルさんはその立派なおっぱいをジロジロと見てきませんか？ちなみにペニマルさんは放送でおっぱいしか見てないと暴露してましたよ。気をつけてください。そういう私もクリリンのバニーガール姿が頭から離れません。ねえ、バニーガール姿しましたね、今から2年前ですけど、うん、あれなんであれやってたんでしたっけ。あのちょっと代打をねやらせていただいた時に、うんうんうん、あの最後の週に、うん、あのステッカー渡しをやりまして、あその時にそっかそっか、はい、着させていただいたんですけど、ね、すごいよねあれね。今思うとなんであんなことになったのか。あれでも自分からやりますって言ったんでしょ。あのはい、うん、確かそうだったと思いますけどね。ねえ、うん、どうも。何なんなんなのこの人。どっちの方向なの。なんなの。ちなみに、うん、先ほどの、うん、あの鬼丸さんのことですかね。そうそうそう、鬼丸さんが鬼丸さんです。放送でおっしゃってるのは聞きました。あそうなんだ、うん、注目してるって。鬼丸さんの話するとこの草競馬流れる。、うん、あ放送中に、はい、言ってたの。言ってて、クリリンのおっぱいしか見てないとか言って。それで私が伺ったのは、うん、
まあいつも見てると、うん、である日私が上着を着て出てきたんですって、うん、で、あ、もしかしてって、うん、俺が見てるから、うん、要はその隠して出てきたのかと思って、うん、焦ったみたいなことをおっしゃって、うん、でその日は、うん、すぐ出なきゃいけなくて私も別の現場があって、うん、お仕事があって、うん、でそれで着て出たんですけど、それを知って俺はほっとしたっておっしゃってて、うん、でなんかそれを聞いて、うん、いや本当に鬼丸さんね、いつもすれ違う感じなんですけども、うん、これからもぜひね仲良くしていただきたいと思ってるんですが、それを聞いて私は、うん、今後もずっと鬼丸さんの前では上着を着た方がいいのかなってちょっと思いました。いや、脱いでいこう、もうキャミソールでいこう。やだなんでキャミソール着なきゃいけないんだ。キャミソールで挨拶へ行って。やだやだ、絶対やだ。入っていってよ。絶対やだ。いやですよ。やだやだ。バイン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 。絶対やですよ。もう絶対やだ。やってほしいな。いやいやだ、いや、やってほしいなとか言って。ね、今ほら、あさみさんもね、ちょっと休憩されてますから、まあね、代わりにずっとそこおっぱいこうやって机に乗せながら。話せばいいじゃん。でもあさみさんもね、うん、なんかいつもそうやって私のネタをね喋らせていただいてありがとうございますってこの前言われて、うん、であんまりちゃんとお話できたことなかったんですけど、うんうんうん、わざわざ言ってきてくださって、うん、あ、いやいやいいんですよみたいなこと言ったら、うんうんうん、なんかじゃあ今度揉ませてくださいみたいなことを言われて、うんうんうん、いやなんかそれはちょっとと思って、あ、ちょっとね、顎ね、アホなんですよ、だからちょっと怖い、ちょっと怖いなって、うん、アホなんで大丈夫、ほっといて。そうなんですね、あそこは別に付き合わなくて大丈夫。そうなの？そうなんですか？うん、なんかねって思ってるんです。え、ナックファイブのその女性パーソナリティは、うん、まだじゃあ接点がそんなないか？ないです、うん。一番あるのはアナさん。あれ？八千代さんは？もう会う？一度なので、うん、ラジアナで一瞬共演させていただいたし、そっかそっか、前代打した時も挨拶に来てくださって、うんうんうん、この前ちょこっとねたまたますれ違うことができたんですけど、うん、私がちょっと早く入りすぎた時に、うんうん、ナックファイブに早く来すぎた時に、うん、ちらっとお会いできたんですけど、あんまりそうですね、他はじゃないんだね。そうですね、一番仲良くしてくださってありがとうございます。本当に女子会あれやります、じゃあナック女子会っていうのがいいな、前々はあったんですけど、あ、そうなんですか、今なんかこう自然消滅してるへー、ね、だからちょっと新規で立ち上げようかなって、あ、ぜひ思って、うん、みんなでバチバチしてバチバチするバチバチする回なんですかそれ。え、私が深夜面白おかしく話すっていう、なんかそれやだ、やりてえなー、やりてえなー、それネタ集めじゃないですか、ネタ集めだよ。怖いよ、爪でも必死だよこっち、怖いですね。ぜひね、うん、お願いします、お願いします。、ラジオネーム魔法使いポコマル、ありがとうございます。花さん、サミさん、こんにちは、お昼の番組を4日も担当するようになって、うん、すっかり天狗のサミさんに質問です。AD のオナちゃんを食べたいと思ったことありますかって、うん、どういうことかな、これちょっとよくわかんないぞ。あれ、オナちゃんってスマイルサミットではなんて言われてるんですか。え、あれ、あ、もしかして、ナオくん、ナオくんのことですね。あ、同一人物、うちはオナちゃん、あ、同一人物だった、ペニオカオナ太郎っていう子だったんですよ、もともと同一人物説が確かに出てるみたいで、うんうん、あれ別物、あれ別物かな、あれ、うん、なんかすごい、ただなんか見た目は似てるってすごい話を聞いたことがありますけど、うん、じゃあその子を食べたいと思ったことありますか、食べるとは。食べるとは、いや、手出したいと思ったことあります。何なんですかその人。いやいや、若い男好きですかっていう、ないです、ない、はい、ないですか、うん、やっぱりジョッキーにしか興味がない。そっちに話を振る、うん、ない、そちらの方面もないです、ね、ないんですか、ですね、そうなの、うん、ない、残念ですね、残念ですか。え、サミさんちなみにどういう人がタイプなんですか。どういう人がタイプか、うん、グイグイ来ますね。いや、聞きたいよ、聞きたい。あ、でもね、うん、変わった人が好きですね。変わった人、うん、普通の人とちょっと違うみたいな、例えば、例えば、芸術家みたいなこと、芸術家はちょっアロハ太郎みたいなこと、いや違う。呼び捨てちゃった本当に。しかも違うって言っちゃう、すぐ違うって言っちゃった。違う、うん、2回傷つけられた。絶対聞いてますからね、太郎さんこれね。聞いてるよ、絶対聞いてるから、聞きながら来てると思う今の時間だと。あ、じゃあ、うん、嫌いではないけれど。でも太郎さんは、うんうん、あ、でもね、接点
うん、そうですね、ありますね、あります、あります、あの毎日すれ違うし、タナさんこそおっぱいね、ガン見でしょ多分。そう、でしょ、そういうキャラになっちゃったんですか、あの方は。おっぱい好きで今有名ですから、ラジアナでは。やだ、鬼村さんまだ言ってるからいいけど、あのおじさんは、あの本当ドスケベね、むっつりだから。それが一番立ち悪いじゃないですか。ねえ、そうですよ、立ち悪いよ。毎朝見られてます。まあやだ、うん、気をつけた方がいいです。いや、やだ、うん、朝こそ隠した方がいいと思います。朝からテンション下がるじゃないですか。もう会うたびにね、挨拶するたびに、うん、えって思っちゃう、ね、毎日こうね、胸、ね、隠してね、こうやってね。うん、やだな。なんだっけ、芸術家が好き。違う、しかもそこからアロハさん好きみたいな。違う、感じになっちゃってますよね。違う、なんか、うん、普通の人よりも、うん、例えば偉そうとか、偉そう、うん、がいいの、うん、なんか普通の人と比べてそんなに見た目が例えば変わらなくても、うん、俺かっこいいだろうって言ってるとか。へー、そう、ちょっと変わっ、自信家とかが好きですね。あ、そう、普通なんか逆、うん、っていうか嫌がられそうなのね。そうですね、あ、まあ、なんでダメンズウォーカー、そう、捕まえそうだな、うん、寄ってきそうだわ。リアル、言い方がリアルじゃないですか。女子アナ時代スポーツ選手と付き合ってないの？ない、全然ない、口説かれなかった、うん、本当、うん、なので、うんうん、ちゃんと、わからないですけれども、うん、女性らしくいなさいって、うん、怒られてました。諸橋さんにしょ？違う。諸橋さんじゃ、諸橋さんにもある程度怒られてましたけど、お片付けができないとかね、怒られてましたけど、むしろ男性アナとかに、もっと女子らしく。エーモンさん、エーモンさんとかですか？エーモンさんっていう方がいてね。エーモンさんね。ちょっとタレント性のあるね。うん、そうなんです。うん、今もうアナウンサーじゃなくなっちゃったんですけど、うんうん、でもね、エーモンさんもなんだろうな、うんうん、うん、ちゃんとしてました。なんかこう、ね、テレビ上は、なんか面白いおじさんみたいな感じなんですけど、この人、実際は全員嫌いでしたよ。いやいや、絶対。そんなことない。そんなことない。いや、でも、エーモンさんが一番ある意味教わったかもしれないです。いろいろ。うん。うん、なんかアナウンサーとしてちゃんとしなきゃいけないよとか、うるせえな、ジジイクソジジイ言ってない。ちょっと待って、アナさん、私声似てるから、アナさんが言うと全部私が悪口言ってるみたいに思われるんで。いや、私あなたの心の声を通訳してるんです、全部。いや、ちょっと怖いよ怖いよ、アナさん。うん、面白いね。でも被ってないからね、アナウンサー時代ね、うん、そうなんですよ、知らないんだよな。そうですよね、実際そのアナウンサー的な感じで喋ってんのね、うんうん、あ、ね、ニュースもやってたんだもんね。ニュースやってましたね、一応報道制作部ってとこだったんで、うん、バラエティ情報もやるし報道もやるよみたいな部署だったから、うんうん、まあ地方局そうですよね、いろいろね、うん、全部やるよっていうね。そう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 。そうそう、そうです、うん。まあその中でも、どっちかというと、うん、当時若手だったんで、うん、体力勝負の仕事が多かったんですけどね。うんうん、ラーメンの旅？ああ、とかね。はい、ラーメンをね、うん、アポなしで食べに行くっていう。諸橋さんから、はい。引き継いでね。そうですね。だけど、私は食べても太りません。まあ当時、当時ね、走る企画もやってたんで、本当の話。なんで。何それ、え、そう、運動、100キロマラソンにチャレンジするっていう、うん、企画があって、うん、その前に、うん、要はずっと練習してたんですよ。マラソン大会出たりとか。うん、なので、ラーメンと走るのがこう、うん、一緒にやってたんで、で、走る側の人から、うん、要は太ったら走れないからって言われてて、うん、なんでラーメン食べながら、うん、まあ、スープだけちょっとお残しさせていただいたりとかして、うん、ちょっと調整してました。走りながら、うん、諸橋さんは全部スープも飲まれていたんで。ほら出た。やっぱり、いやいや出ちゃうんだって。いやいやいや、でもね、もう出ちゃうんだって。それあれなんですよ、うん、テレビ新潟のスタッフさんにそれ言われたんですよ、うん、その過去の事象として諸橋さんとかその前の方々が笑ってんじゃんよ。スープまで飲んじゃってたから、太ってたから、あなたは全部飲んじゃいけないよ言われてたんだもん。諸橋さんもさ、こんな埼玉で傷つけられてた思ってないよ。いやいや、今そんなことないんだけど。言われてたんですよね。言いたいな、諸橋さん。いや、お願いだから聞かないでほしいな。お願いだから聞かないでほしいな。あ、面白いですね。はい。じゃあラジオネーム、ムクムク金玉アナちゃん、クリリン、こんばんみ。こんばんは。
2人に質問ですが、2人主催のオフ会イベントとかってしないんですか、うん、2人のコンビが大好きで何かイベントがあったらぜひ行ってみたいので、うん、やってくれたら嬉しいんですがよろしく。オフ会なんかそういうイベントやってる？イベントはあんまりやったことない。イベントでも司会とかか、司会だから呼ばれて司会をすることはありますけど、そうだよね、人のイベント行って司会、うん、自分がそのメインでっていうのはない、うん、ないですね。いいのか。ないですね。あ、まあでも一応っていうかフリーアナだもんね。そうなんですね、フリーアナウンサーだもんね。一応くくりがね、なんでオフ会と言われてもな、うん、どうかな。いや、こうやって喋ってればいいんですかね。まあ、うん、そうじゃない。それでチェキとか取ればいいでしょ。チェキとか。チェキ。チェキとか取ればいいでしょ。アイドル的な。うん、そういうことでしょ。でもなんか我々がアイドルのようってなんか悪夢のようですね。悪夢、なんでなんでひとまとめにすんのよすぐ。いや、なんか嫌じゃないですか。ねえ、我々女子力のアイドル。悪夢って何？悪夢って何？なんか嫌だなと思って。きっと嫌だろうなと。でもバニーガールの格好してやったらもう人ね、うん、めちゃくちゃ集まると思うんです。いや、もうあれは封印で。そうなの。うん、っていうかね、うん、やっぱ当時よりもちょっといろいろ緩みましたし。いや、大丈夫、絶対大丈夫だって言って全然。いや、でもあと怖いのは、うん、ここで、あ、じゃあそれで行こうかって言ったら本当になりそうで怖い。やりそうで、うん。そうだね、うん、言ったらやるね、うん、なので私はやらない、うん、じゃあ、うん、サミーと、うん、私と、うん、池部さんで3人おその3人ですか。あら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 、これ人集まると思いますよね。おね、これ確実に、ほらみんなスタッフさんもみんな なんであんなコクコクなぜ、うん、なんかすごい乗り気、うん、あらら、バニーガールと絵本とデカケツ、うん、デカケツデカウね、揃った。そうですか、うん、あ、じゃあやるのかな。どうなんでしょう、絵本とって何なんかちょっと方向性が見えてない感じはしますけど、絵本と C じゃないその絵本をさ、うんうん、あの人の売ってあげれば。あ、そうですよね、売ってあげればね、やられてますからね、いろいろイベントもね。確かに確かに、そうですよ、うん、まあアロハ太郎さんとかもいろいろね、うん、やってますから、そうですね、そこに乗っかればいいんじゃない。乗っかる。だからおじさんに司会させて、うん、えもしや、でその辺似顔絵描かせて、うちなんかその間喋ってるわけ。ざっくりしてるし雑、うん、雑、乗らせてもらってるにもかかわらず太郎さんそれでいいのか。いいと思います、なんかそういうの好きそうなんで。あ、そうなんですね、雑に扱われるの好きそうだから。わかりました、そういう感じで扱っていけばいいと、うん、大丈夫です、よくわかりました。そういう風にしてあげてください。もう一個ね、はい、ラジオネームセクシー山崎改め三遊亭おなまる、アナさん、モジャ D、 クリリン、こんにちは、クリハロー裁判お願いします。うん、峰富士子みたいになりたい、うん、スマイルサミット初回にクリリンが言った言葉です。なんか言ったわ。もうすでに十分なってるんじゃないですか。太郎さんの股間を膨らませ、あの鬼丸さんがクリリンの胸に目がいってしまいますと巨乳好きをカミングアウトさせる魔性の女、小学生男子ですと純情いい子面しても私は信用しませんよ。あまり知られていないかもしれませんが、クリモナカ始まって間もない成人の日の放送で、二十歳になっても胸が大きくならないというリスナーさんからの悩みに、クリリンは余裕な声で、私の胸の大きい友人はと前置きをした上で、バストアップの方法を言ったり、最後は勝ち誇った上から目線で、胸は大きいだけではなく形もねと私は思いますと、クリリンはその急に始まったおっぱいコーナーを締めていました。アナさん、確かに私もチンチンがジャンボフランクではなくポークピッツかもしれませんが、そんなに見下すことないんじゃないですか、そう思いませんかっていう、はい、あれ今ほとんど聞いてなかったんですけど、何でしたっけ、何だっけ、何だっけ、うん、あ、もう一回いきます。あ、もういいです、もういいです。あ、もういいです、よくわかりました。もう大丈夫です、ね、これでも本当ですよね、あの峰富士子みたいになりたいっていう、それは言いました。これはどういう意味なんですか。峰、なんだろう、どういう流れで言ったのか、峰富士子さんみたいになりたいって言ったら、うん、実際にリスナーさんからフィギュアも届いて、おお、もうまあそれを目指しなさいみたいな感じで、うん、結構セクシーな藤子ちゃんがね、うん、実はですね、今毎朝、うん、毎朝私の目の前に鎮座していらっしゃいまして、うん、え、今日いた？
今日いましたよね。いたいた。あ、見えてませんでした。全然見てなかった。いたんですよ。いたんだ、うん、結構、うん、あの水着の紐が取れてる状態の、あのでそこに、うん、サミーステッカーちゃんとあげてねってあの吹き出しがついてあって、うん、いやスタッフさんからもね、うん、要はこう注意書きが一応書いてあって、うん、藤子ちゃんに言われたらじゃあステッカー出さなきゃなみたいな感じでいつも張り切って出してます。あ、そう、うん、え、それ何スタイルってこと、うん、を目指してるってこと。スタイルああいう風に、まあ絶対無理ですけどね。あ、来た来た、うん、あ、え、来たの、うん、え、来ました。ミネコちゃんは、え、あ、あ、うミネコちゃん、ミネコちゃん、うん、あ、ほんとだ、来た来た、これちょっと入っていいですか。あ、せっかー、出てね、剥がれた。ひどい、吐いちゃったじゃないですか。ちょっとお尻の上に貼っときますね。お尻の上に貼っちゃった、うん、ねえ、セクシーでしょ。あ、これ、あ、すごいね。すごいんですよ。確か胸が99センチとかで、うん、ウエストが50代とかなんですよね。でもありえない体型してるよね。そう、ありえないんですけど、でもなんかこういう風に体型なりたいなと言ったのを今の今まで忘れ、うん、そういえばもうずっと食べてましたね、この毎日の放送、うん、AD 君を食べてた。いや違う違う間違えた。ごめんなさい。すいません、いろいろ混ざっちゃったね。で何かおっぱい談義してたんでしょ。おっぱい漫談したかな。してないんじゃないかな、うん、私の胸の大きい友人はって前置きをした上で、うん、バストアップの方法行ったりと。いや、そのね、セクシー山崎さんちょっとね、うん、たまに違うこと書いてくるから怖いですよ。本当に本当にセクシー山崎さん怖い人ですよ、もう本当。あ、なんかね、あったんですよ、結構ライブとかも来てくれて。あ、そうなんですか。そう、その時に、うん、あのクリリに無視されたって言ってた。なんか、なんかで会った時に、うん、なんかどっかで、うん、イベント、うん、なんかで会って、うん、声をかけたら、うん、無視されたって言うから、うん、あー、そうです、あいつそういうやつですからって言ってた。ひどひどい。そう、普通だからそれ。ひどい。いや、でもね、セクシー山崎さんね、本当にいろんなところに出る。出るっていうな。いる。で、そう、湧いて出るみたいな。で、いろんな番組とかにメッセージ送ってくださるんでありがたいなって思うんですけど、うん、たまに、あ、もう、やばい、これ、超急がないと間に合わないって時もいらっしゃる。うん、邪魔ってことでしょ。の時に、うん、邪魔だなって。あ、はい。で、うん、去っちゃうことはあるかもしれない。そうです、だから邪魔だなって。いやいや、そんなこと、そんなことないけど。でもいつもありがたいなと思ってますけどね。ありがとうございますもう。ああ、あってなんすか。ああって。あ、すみません、ありがとうございます、ね。ああ、藤子ちゃんね、藤子ちゃんね、はいはい、ありがとうございます。これからもよろしくね、藤子ちゃんね。はい。じゃあなんかクリリンお知らせ。お知らせね、まあ、特にないんですけれども、うん、いつもあのツイッターとか、うん、まあ、他にもいろいろやってるんですよ。ツイッター、フェイスブック、ブログ、インスタグラムなどなど、うん、SNS は大体してるので、うん、まあ、皆さんそれぞれね、やってるこう SNS あると思うんですけれども、うん、それでぜひ見ていただくと、うん、まあ、何か、うん、あの突然イベントがあったりとか、うん、っていう時はお知らせしたいと思いますので。あれ、馬の番組はいいの？告知しなくて。あ、あの馬の番組もやっておりますけどね。ぜひそちらもあの詳しくは SNS を見ていただきたいと思うんですけど、あとスマイルサミットね、はい、うん、ぜひ聞いてください。そうですね、明日もありますからね。そうです、月曜日から木曜日まで、うん、9時から12時40分までね、うん、朝からお昼まで、はい、放送してますので。え、ちなみにゲスト今日かも火曜日は誰ですか、うんうん、あ、今日はそれまだ言えない、今日、あ、瀬田さん、あ、うん、瀬田さんが、瀬田さん、はい、が登場ということで、うんうん、あのね、ちょっとアナさんのね、うん、翌日なんでね、うん、なんか申し訳ないなって気がする。どういう意味、はい、どういう意味でなの。はい、あのぜひよろしくお願いしますと思います、うん、はい、はい、では、最後にですね、はい、リスナーの皆さんにメッセージではなくて、うん、クリリンにはあの頃を思い出していただきたいということですね、うん、ザードの君に会いたくなったらのカラオケを歌ってもらいながらお別れです。それではお願いします。栗林サミです。トレンド、グルメ、ファッション、音楽などあらゆるジャンルから朝一番の笑顔の話題をあなたにお届けします。みんなで一緒に笑顔の頂点を目指しましょう。
スマイルサミットは毎週月曜から木曜朝9時スタート。みんなでたくさん笑いましょうね。日頃魂を感じたりしたことがありますか？あなたのメロディー魂のトイレタイム、番組ではあなたの魂エピソードをお待ちしています。メッセージはラジオの穴月曜日のあなたのメロディーのメッセージフォームからエピソードを添えて送ってください。そして私魂の女芸人小林なんですが、お笑いライブに出演しています。ちょっと先になりますけれども、6月11日火曜日サンミュージックのゲットライブ新宿バッシュで夜の7時から、そして6月14日小林社の単独ライブ、おかげさまでチケット完売となりました。もしかしたら当日券が出るかもしれません。ということで、ここまでのお相手は魂の女芸人小林社でした。引き続きラジオの穴ラジアナでお楽しみください。それでは私の魂のカラオケロマンスを聞きながらお別れです。また来週お会いしましょう。さよなら。目を閉じてごらん、どこまで行こうか。鮮やかに奪われた君が離れない愛に気づいてください。僕が抱きしめて月のように優しい微笑みは、美しい君に遊ぶイメージ。泣かないで僕がそばにいるから、完璧に奪われた愛が止まらない。冷めた悲劇のヒロイン、僕が温めてあげる君の眩しい笑顔に早く会いたいから、声にならないときめき、うまく歌えない I love you、 僕の君に届けたい生まれ変わるメロディ。
ケーブラックライブラジオの穴小林アナのアゲアゲマンデーです。あのツイッターね見ますと、今週アキさん今週長めなカラオケ、車にへなる長すぎうぐいす色の丸いやつ今週長いな。ちょっとあのフル尺でね今週はお送りさせて、あのいっぱいあってな尺余ったのってそういうわけじゃないです。お届けしたかったんですね。ちょっとフル尺で今週は行きたいなっていう。でクリリンもカラオケで終わってますから、どんだけカラオケ好きなんだ。でもクリリン歌うまいですよね。だからあの昔子役かなんかでミュージカルやってたとか言ってたから、やっぱその名残ですかね。うん、やっぱ本当改めて聞くと、さっきもツイッターつぶやいたんですけど、ただのセクハラの親父でしたよね。ボインだねとか、バイン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 ってひどいね。ダメですね、やっぱりこう客観的に聞かないとダメだね。怖いわ。ちょっとあのあとやっぱ笑い声がね、どうしても2人低くて被っちゃうから、うん、なんかだからどっちが喋ってたって言ってもごまかしそうだね。だボインって言ってたのがクリリンだよって言っちゃってもバレないかもしれないですね。あ、でそうそう、ちなみにそうだ、さっきおごった話ってしましたっけ。私クリリンに今日おごったよって言ったよね、オープニングかなんかで。あ、言ってない、それオフの時喋った時もう分かんなくなっちゃった、どっちか。クリリンとランチしておごって、おごったんですよ今日ランチが。それであのツイッターでおごってもらいましたってつぶやけと、でさらに明日の朝のスマイルサミットで絶対に話せってね。これもう恒例行事だと、前のキラスタにいた小林千鶴さんにも同じことしてますと。なんで絶対にそれやれよって言っといたんで、皆さんのスマイルサミットでぜひそれあの聞いていただいて、ちゃんと報告いただければと思います。チェックね、みんなでチェックしましょう。じゃあメッセージいきますか。ラジオネーム、ラジアナ月曜、今日も深夜1時から放送でございます。今夜のゲスト、こちらの方です。どうぞ。はい、どうも、サミーこと栗林サミです。わー、わー、ありがとうございます。まあ、だってまだ昼間だし。イエーイ。元気ですね。はい、元気ですね。はい、このノリで、うん、じゃあ、お邪魔する感じで。はい、そうだね、うん。うん。私もなんか疲れちゃった。そう。昼間慣れてないから。そうですよね。昼間忘れちゃったもん。いや、ありがとうございました。来ていただいて。いや、そう、まずスマイルサミットに私がゲスト出演させていただきまして、はい、で、その後、お昼に収録して、うん、それを今日2時から、はい、あの、ラジオの中で流したいと思っておりますけどもね。はい、まあ、あの、夜の顔のクリリンが見れるかと思います。うん、じゃないよ。昼の顔ですけど、はい、結構あの悪いところ出てるので、悪いところっていうかいいところなんですけど、そこをねぜひ聞いていただける。おい、どうした。急にどうしたんだよ。ボインちゃん見ないでください。怖い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 、あのよろしくお願いします本当に。はい、はい、うん、じゃあ、 あの最高の笑顔で聞いてねって言ってください最後。はい、聞いてね。何これ。聞いてね。バイバイ。